豚足の煮込み来ました。焼きたていいですね。ケニチです。日曜日センベルシリーズ久々の立ち飲みグルメで一人飲みさせていただきます。いやーここはね晩運よくご利用させていただいたんですけども、昼間というか、まあ、こういう日中で行くっていうのは数年ぶりっていう感じがします。だいたい私夏限定メニューとしてザルそばと日本酒っていうのは結構こう動画で2本ぐらいですかねアップさせていただいておりますけども、ちょっとねなんか角度を変えてですね、冷やしうどんどうかなとか、あとは冷酒で飲もうかなとか、なんかまあそういうふうに思っちゃったりしてますけども、まあ、実際中入ってからですよね。ああでもねこの中に豚足の煮込みもありますよね。この辺りもちょっと面白そうで、場所ですけどもこの西成の四角公園あります。こちらも向こういた四角公園あります。でこの向かって正面の方は、新今宮駅からだいたい徒歩3分ぐらいでしょうか。でこの表の方で焼き鳥とか焼いてる時あるんですけども、この焼いてる時はねこの匂いにつられてつい中に入ってしまいます。はい、では中に入ります。いや昼間はお客さんが、まあ、ちょっとこう隙気味っていうかもう満席なんですよ。いつも夜とかでしたら。今回は冷酒をいただきました。冷酒大になりましたね。550円で、先ほどこう入り口で注文しようかなって言ったら豚足の煮込み、それと今日のおすすめのメニューとしてシシトウの塩焼き2本いただきました。日本盛り冷酒来ました。いいですね。ではいただきましょうか。てか料理来る前にちびっといただくのがいいですよね。でグラス冷えてる方がいい。ちょうど今いい表情してません。これに字を書いたりするんですけどね、ノーって飲もうのノーです。シシトウが来ました。いや焼きたて、いいですね。間違いなくこのシシトウに冷酒合うでしょう。醤油をチャラッとかけましょうか、塩がかかってると思うんですけども、これぐらいで。辛いでしたね。辛いの好きです私。あえてそれを狙ってますけどね、辛いの来てほしいですね。こちら鍋がすごく、かき鍋とかキムチ鍋とか吉鍋ですかね、過去の動画でアップしております。ぜひ立ち飲みグルメケニチで検索していただけと思います。で下の概要欄にもリンク貼っておりますのでぜひ見ていただけと思います。超コスパいいですよ。焼き鳥ですけども、外で焼いてる時あるじゃないですか。値段帯ですけども、まあ、このような感じ。豚足の煮込み来ました。さらっと出てくるっていうよりか5分もかかってないかな、3分4分ぐらいでしょうか。注文してから作られるっていう感じ。あらかじめこの豚足自体を煮込まれてる状態で置いてるのですよ。そこから温めるというか。でこのスープがなんか塩ラーメンのスープみたいな。ちょっと飲んでみます。ザ・ゼラチンというよりか塩ラーメンのスープのような感じがしました。私大好きですから。これこのスープだけで飲めるかもしれない。ちょうどこの塩気が冷酒と合う、私が感じたことなんですけども、この塩気がそのまま豚足の味として食べた時にあるんでしょうね。では早速いただきましょうか。
この味付けもそうなんだけど結構煮込まれてる。であとね、炙られてるんでしょうね。ちょっと香ばしいところがあるんですけど、これでも大好きかもしれん。あのお手拭きがあるんですけども、あのあってよかったです。ものすごいこう素手で掴んだら手ベタベタになります。あのさらっとしてるようだけども、これ冷めたらかなり固形になるんじゃないでしょうか。豚足って言ったら西成で串カツの銀次煮込み豚足ってありますけども、ちょっと一風違った塩味の豚足と、で骨がね結構ゴツゴツしてるんで、そのあたり豚足が好きっていう方におすすめかもしれません。で豚足ちょっと苦手みたいな、なんかそういう骨のところとか、そういう場合は銀次の煮込み豚足、あれ骨とかスラッとこうね捉えてるんでツルツルこういただけるんですよ。いやーいい。間に寿司と、さっき食べたシシトウはあの辛いシシトウはなかったです。もう全てこう食べやすい。私はあの辛いのが当たったら、ああ今日はラッキーやなって思う派なん で普通とはちょっと反対方向かもしれません。で豚足の方ですけど、こちらあの皮の方ですよね。ゼラチンの方はねすごく柔らかい。身の方は程よく弾力があって、皮の方は辛いこう柔らかい、まあ、状態ですよね。で、まあ、骨付きなのでお箸で持つ時はやっぱ重量って重たいです。いや、あの豚足きれいに食べるには時間がやっぱりこうかかります。まあ、骨がしっかりとあるので、骨の周りにある美味しいところをちょっとずついただくっていうのは、まあ、豚足の食べ方と。では最後はだし割りでいただきます。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。まあせんべろということでちょっと超えたかなと。いやでもまあいい感じではないでしょうか。鍋もありますし、で夏限定のお蕎麦で飲むっていうのもいいですし、本当にいろんな飲み方があるのと落ち着きます。こういうお店大好きです。皆さんよろしければ西成来た際、豚足と冷酒とあともう一品何かチョイスで食べてみて、せんべろぐらいですかね、まあそういう飲み方してみてはいかがでしょうか。クリシャショップ、気持ちをどう伝えればいいかわからないなのままでも、未来は平気でしょうか。後悔はないですが、嘘はありませんかと聞けたらどんなに楽だったでしょうか。